鎧でも結構です。どんな鎧でも扱います。これで安全です。また来よう。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。家族がいるんだよ。何事だ。ここではお話できません。こちらへ。ヒョウエと申します。
この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。ご遠慮なくご覧ください。役立つはずです。
ルオとやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬ。調べてみよう。さらしぬのか。わずかに違う。おそらく浅手だな。誰かの飯食ったばかりだ。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰か来ないかよく見ておけ。風の音だ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。ちょ、騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になってる。いっそみんな殺してくれるやな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。あっちに誰かいる。調べろ。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。宗太郎、騎兵、大変だ。どうした。みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は。手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。おっしゃ。
しよう、どうしよう。あの手だ。逃げればよかった。さらに来るぞ。もう戦えねえ。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは蒙古から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、蒙古が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。地頭様はどうして捕まってしまったんだよ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは蒙古と戦った守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。蒙古が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。Yeah.